どうも山内修一です。今日は皆さんに人生の勝ち方についてお教えしたいと思います。こうやっぱりストリートとかで友達とばったり会うと、おー久しぶりみたいな、うー久しぶりみたいになって、今からこうバスケしようぜみたいになる流れって絶対あると思うんですけど、そんな時にどうやってバスケしたらすごいいい感じにかっこよくなれるかっていうのを、僕なりの解釈で話をしていこうと思います。まあちょっとバスケっていうと、ボール持ってダブ取りとかダメですよ。こうボール持ってこうちょっとこういうなんかレイアップシュートもこういうので点決めるみたいなのあるじゃないですか。だからこれ普通なんですよ。なんで今日はダンクの決め方についてお教えしたいと思います。まずこのゴールがあるんですけど、そこまで上よりも飛びます。飛んであるゴールのとこに真顔でいいです。こうやって入れると点入るんで、これで勝てます。そして今日は特別にもう一個お教えしたいと思います。これで絶対勝てます。普通はこうレイアップシュートなんかこういうので点入れると思うんですけど、今日はスリーポイントのやり方を教えます。スリーポイントはちょっと今日遠い距離からこう腰を落として、これでこうです。こうすると3点入るんで絶対に勝てると思います。ちょっと首痛めですけど、バスケに怪我がつきものなので、必ずストレッチしてからバスケしてください。